はい、どうも、こだろうです。っていうわけなんですけどもね。はい。まあね、こんな感じでセカンドチャンネルやっていきたいと思います。はい。ね、今回はですね、はい、僕が初めて、就職した会社ですかね。まあ、中央市場で、まあ、競りとかする、会社なんですけども、野菜のね。でね、そこが従業員が250人か。ぐらいおったんかな。結構、まあまあ大きい会社やったんですよ。でね、そこでですね、僕、まあ言ったら、まあ最初の方、新入社員の下っ端なんで、とりあえずファックスを打てと言っても、ファックスばっかり、ね、毎日打たされるんですよね、ファックスをね。先輩のようになって、ファックスをこうやって、あーとかいう仕事がありまして、あー、おもんないなー思いながらやってたんですけど、ほんで、したらね、ファックスを送ったのはいいんですけども、したらね、ある時ですね、なんか、ファックスって、あれじゃないですか、戻ってくる場合あるじゃないですか、送ったやつがね。で、戻ってきたやつに、なんかいろいろ、内容も書いてあるじゃないですかね。で、それ見てみるとね、なんかんって見たら、なんか、大体野菜の、その値段とか書いてあるんですけども、あれこれ、なんか野菜の値段ちゃうなって僕も見たんですよね。そしたら、なんか、注文書みたいな感じがあって、何々企画様へって書いてあって、で、素人、人妻、巨乳、スペシャルとかってね。え？何やこれと思ったんですよ。かける1。で、もう一つなんか、女子高生、放課後、だし、スペシャルみたいなね。何やねんこれみたいな。全部タイトルが詰め込みすぎやろ、そっちの方にって思いながらも。え？何これと思ったんですよ。そしたらもう明らかにもうタイトルとかも注文書しか、注文書みたいなもうその方向しかないんですよ。で、これ、え？ひょっとして誰か、これを、会社のファックスを使って注文したんか、それが返ってきたんか、なんてバカなことをするんだって言ったらね、これ見たらね、こう上にね、こんな、なんか、名前どうしましょうか、名前仮、カッコ仮でね、田中なんとかなんとかだって、あ、これもう常務やないかいと思って、すげえな。まあ、それ200、先ほど言いましたが、250何人のね、会社の中の、まあ、見た常務やトップ6ぐらいですね。6番目ぐらいの人が、こうやってなんか、もう会社のファックス使ってエロビデオを注文するっていうね、これ何やこの人な、帰ってきた時のリスクとか考えられへんのかなみたいな、すごい危機管理能力やなって思いながら見とったら、やっぱこんなもん大体日常でも大体毎日同じことの繰り返しなのに、こんな面白いことはないと思って、僕は一番その仲のいいね、まあ、一番なんか、一番広げそうな拡散力がありそうな先輩にちょっと見せたんですよね。したらね、なんかこれはもう俺があれだ、見た瞬間爆笑しだして、で、まあ、これ俺預かっとくってからガッとで預かってもらって、したらまあ預かってもらったらいいんですけど、そのやっぱり社、そのね、営業チーム全部こう順番にこう見てみみたいなね、その一日広がり、その一日ずっと見てもう爆笑するわけなんですよね。これなんやねん、これなんやねんって感じで、あいつ何してんだよ、みたいな。ほんでね、これ株主総会出してやろうか、みたいな感じでね、こうバー爆笑しまって、一通り回った挙句、僕がもうそのね、常務の机にポンって置いたんですよね。まあ、ファックス届いてませんよ、ってことで。で、その後ね、それを見た常務はどんなリアクションをするかっていうことで、なんかちょっとね、ずっと見とったんですよね。常務が席に戻って、その紙を見た瞬間、って言ったら、ありえへんぐらいのスピードよりも、クシャクシャクシャバーって語尾してたんですけども、めっちゃ遅いですよね、ほんまね。すごい拡散されて、このスピードやるぐらいやったら、ほんま家でファックス送れっていう話ですよね。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、何をしとるんだっていうのも結構なんやろ。結構、あれですね、ようよう考えたら、口数少ない常務でしたね。はい。まあ、ね、余計さらにね、そのね、常務のね、変態っぷりが、そうやな、常務何歳ぐらいな、常務、そうそう、64、5歳ぐらいですね。ほんで、口数少ない常務が、エロビデの、注文のファックスを送って失敗したっていうね、話でした。はい。まあ、そんな感じで。ほな、さいなら。